皆様、こんにちは。本日、こちらのセミナーの前半を担当いたします。日本オラクルの奈良田と申します。後半では同じく日本オラクルの富士が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日はオラクルクラウドインフラストラクチャー省略 OCI というサービスの見積もり方法のご説明をさせていただきます。アジェンダとしましては、まず構成イメージからご説明をし、 その後に4つのサービスのポイントを解説いたします。なお、入門セミナーとなっておりますので、内容も入門編でございます。また、本日の内容を実際にご利用いただくにあたっての注意事項が2点ございます。まず1点目は、本日見積もり方法についてご紹介させていただきますが、最新のサービス情報や価格情報は今回、本セミナーの公開のタイミングから変更されている場合がございます。 実際お見積もりされる際には、ぜひ最新情報をご確認いただけるようお願いいたします。2点目は、本セミナーは入門レベルとなっておりますので、複雑な構成など、今回ご説明する内容以外の細かい設定もございますので、そちらをご利用いただく際は、詳細情報をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。では、本セミナーを開始いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 では各サービスのポイントをお伝えする前に想像がしやすいよう、構成イメージについてご説明いたします。ではこちらをご覧ください。こちらオラクルクラウドインフラストラクチャーの一般的な構成例となっております。まずはじめにオラクルの東京リージョンで環境を作ります。こちらお客様のデータセンターと東京リージョンでの環境を VPN を通して接続いたします。 接続ができましたら、ロードバランサーという不可分散装置を通し、Web サーバーに負荷分散をさせ、アプリケーションサーバーやデータベースサーバーを立ち上げます。また、それぞれにストレージもついており、バックアップ用のストレージをつけるなどがよくあるケースかと思います。では、こちらどういうふうに押し相手はお見積もりするかというところを、今回ご説明いたします。例えば、データベースサーバーの見積もりだったり、 ストレージを見積もる際にそれぞれ考慮すべきポイントがございますので前半は見積もりする際のポイントの解説をいたします。また後半では富士がコストエスティメーターという無料お見積もりサービスを利用しながら実践をしていきますのでぜひ最後までご覧ください。では見積もりする際に4つのサービスのポイントがございますのでまずはコンピュートから始めデータベース、ストレージ、ネットワークのポイントを これからお話ししたいと思います。ではまずはコンピュートサービスのポイントをご説明いたします。コンピュートをお見積もりする際に必要な情報が5項目ございますが、その前にコンピュートサービスとはというところをご説明いたします。コンピュートサービスには2種類のインスタンス、仮想マシン環境とベアメタル環境が存在し、 ここでコンピュートとはサーバーのハードウェアと OS を貸し出すものを指しております。でまたインスタンスという言葉も今後よく出てくると思いますが、こちらはコンピュートの単位として見ていただいて大丈夫です。ではお見積もりする際に必要な5項目の情報をご説明いたします。まず1つ目がお客様に使っていただくコンピュートが仮想マシン環境なのか。 ベアメタルという専用サーバー環境なのかを選択する必要がありますので、要件に応じてご選択をお願いいたします。二つ目が利用時間でございます。こちら一部のサービスは止めることによって課金が止まるものもございますので、夜間ま止めて課金を抑えることも可能です。なのでこちら利用時間をお決めください。三つ目が各コンピュートの OS です。 こちら OCI で利用できる OS に関しましては、この後ご説明いたしますが、Windows OS を利用する際は、プラスアルファでライセンス費用がかかります。その他の OS は無償ですので、Windows OS を使うかどうかのご確認をお願いいたします。4つ目が各コンピュートのシェイプでございます。こちらコア数やメモリのサイズでございます。シェイプは複数ありますので、要件に応じてご選択をお願いいたします。 そして最後、5つ目が利用するストレージ容量です。こちら、コンピュートのサービスを利用する際は、ブートボリューム用のストレージが必要となります。また、ブートボリュームとは、インスタンスを起動するのに必要なファイルが保存されているストレージを指しておりまして、こちら、インスタンスを作成する際に自動的に作成されます。 でまたこちらとは別にデータを格納するためのストレージが必要なこともありますので、またこちらは後ほどストレージにて詳しくお話しいたしますで。以上が5点必要な情報でございます。またご参考としまして、インスタンスの種類について少しお話しいたします。インスタンスは仮想マシン環境か専用サーバー環境、ベアメタルインスタンスからお選びいただけます。 シェイプも一般的なスタンダード以外にも GPU や HPC からもご選択できますので、どれにするかをお選びください。また、OCI で利用できる OS に関しての情報です。こちら、Oracle の提供のイメージと、独自で OS を持ち込みするの2種類ございます。こちら、BYOI ですね。こちら、各リンクがございますので、ぜひ後ほどご確認ください。 で、OS に関しましては、Windows を使った動画が一番重要なポイントとなってきますので、そちらのご確認をお願いいたします。で、次に、シェイプの選択に関してでございます。そもそもシェイプとはというところなんですけれども、こちら、CPU の数、メモリーの量、およびその他のリソースを決定するテンプレートでございます。こちら、一例となりますが、こういったふうに名前が付けられておりまして、VM っていうところは仮想マシン、バーチャルマシンを指しておりまして、 ベアメタルを選択しますと BM に変わります。また、スタンダード3というスタンダードのところはシェイプのタイプでして、スタンダード以外にも先ほどご紹介しました GPU だったり HPC があります。で、また、こちらの数字に関しましては世代となっておりまして、こちら新しいサービスが出ると数字も上がります。で最後、フレックスなんですけれども、こちらコア数やメモリのサイズです。 こちらフレックスを選んでいただきますと、お客様の方で2位のサイズを選ぶことができます。でまた、こちらのお名前に関しましては、ホステスティメーターで見積もりをする際には、どのシェイプにするかをご選択する必要がありますので、こちらを覚えていただくとかなりわかりやすいかと思います。では、最後はコンピュートのストレージに関してです。OS 領域として、ブートボリュームが必ず必要となります。 でまた課金はブロックボリュームに準ずるものとなります。そしてイメージごとにデフォルトのサイズが決まっておりますが、必要に応じて拡張することも可能です。こちら一定数の容量が必要ということをご認識いただければと思います。で、こちら2点目がブートボリューム以外にもブロックボリュームを追加できます。でデータはブートボリュームと別のボリュームに格納するというような使われ方をします。 でこちらに関する情報は再度ストレージのセクションにて補足いたしますで。以上がここまでが一番重要なコンピュートサービスに関する情報でしたのでご紹介した5点をしっかりとご認識いただければと思います。では次に2点目のデータベースサービスを見積もる際のポイントです。OCI の上でデータベースを使用する際選択肢がございます。1つ目がベースデータベースサービス。 二つ目がエクサデータデータベースサービス。三つ目がオトノマスデータベースでございます。こちら複数あるので、どのサービスを使用するかを決めていただきます。でまた、ベースデータベースサービスというものは、先ほどコンピュートサービスでご紹介いたしました、バーチャルマシン、仮想マシン環境の上に、オラクルデータベースがあらかじめ載っており、すぐに使用できるサービスでございます。エクサデータデータベースサービスに関しましては、 弊社のエクサデータをオシア上で使うことができるサービスとなっております。で最後、オートノマスデータベースに関しましては、こちら自立型データベースというものでして、AI だったり機械学習を活用した自立型のデータベースサービスでございます。本日はベースデータベースサービスとオートノマスデータベースについてご説明いたします。では、まずオートノマスデータベースでございます。こちらを使用する際に必要な情報はこちらの4点でございます。 一つ目が利用時間です。こちらお客様が利用する予定の時間でございます。次に OCPU 数です。こちらはコア数になります。三点目がストレージ容量なんですけれども、こちら 1TB 単位で入力可能となっておりますので、ぜひご確認お願いいたします。で最後、四点目が BYOL、Bring Your Own License の確認でございます。こちらライセンスを利用するかの動画で金額も変わってきますので、どうぞご確認をお願いいたします。 で次にベースデータベースサービスなんですけれども、こちらを使用する際のポイントが6点ありますので、まずはじめに3点からご説明いたします。1点目がエディションの選択でございます。こちら、OCI 上で使う際にエディションが4つありまして、そちらからご選択できます。で詳しくはあの次のページでご説明いたします。 で、オラクルのデータベースに詳しい方は分かると思うんですけれども、オラクルデータベースでは Enterprise Edition だったり、Standard Edition2 などという種類がありまして、こちらのサービスも同じようにそういったエディションを選んでいただきます。2点目が利用時間なんですけれども、こちら、利用してない時間は停止することができ、その分金額を抑えることもできます。なので、夜間だったり土日だけを止めて、金額を抑えるということもできますので、こちらのご選択をお願いいたします。 で最後、シェイプなんですけれども、こちら、詳しいとメモリを決めていただくことになります。でも、詳しくはこちらのリンクをご参照ください。で先ほどお伝えしたエディションについてなんですけれども、エディションはこちらの4点でございます。左から、スタンダードエディション、エンタープライズエディション、ハイパフォーマンスエディション、エクストリームパフォーマンスエディションの4点でございます。こちら、右に行けば行くほど使用できるオプションが増えます。 で例えば、リアルアプリケーションクラスターズというラック構成を使用したい場合は、エクストリームパフォーマンスエディションをご選択してください。一方で、パーティショニングという表を分割するオプションを使用したい場合は、ハイパフォーマンスエディション、もしくはエクストリームパフォーマンスエディションをご選択してください。こちら、使いたいオプションによって選ぶものが異なってくるのと、エクストリームパフォーマンスエディションに関しましては、割と何でも使用できるんですけれども、その分金額が高くなってきます。 ので条件に応じてご選択をお願いいたしますでは、ベースデータベースサービスに必要な情報、残りの3点をご説明いたします。4つ目がストレージ容量なんですけれども、こちらベースデータベースサービスでは容量が選択式となっておりまして、必要な容量を選択することができます。5つ目がバックアップ方式なんですけれども、バックアップ方式によっては、オブジェクトストレージを使用してデータを格納するケースがありますので、 バックアップをするかどうか、そしてそれをオブジェクトストレージを使うかどうかの確認をお願いいたします。最後、先ほどと同様 BYOL ライセンスの確認でございます。こちら、ライセンスを利用するかどうかの確認をお願いいたします。で以上がデータベースサービスのポイントでございますで。次にストレージサービスのポイントをご説明いたしますで。今回はブロックボリュームとオブジェクトストレージに絞ってご説明いたします。 ではまずブロックボリュームについてご説明いたします。ブロックボリュームはサーバーとつなぐストレージでございます。こちらもこういった種類がございますので、用途に応じてご選択をお願いいたします。こちら左からより低いコスト、バランス、より高いパフォーマンスがございまして、特徴としましては、こちら右に行けば行くほど性能も金額も上がります。でまた最新情報としましては、 超高性能ボリュームというものもありますので、現在は4つから選べることになっております。でこちらの表の一番下の部分が金額の目安となっておりますので、ぜひご参考としてご利用ください。では次にオブジェクトストレージについてご説明いたします。オブジェクトストレージに関しましては、最初にサイズ指定するのではなく、データを格納した分だけ課金されます。 なので、先ほどのブロックボリュームに関しましては、サイズが指定されており、それによって金額が決まりますが、こちらのオブジェクトストレージに関しましては、データを格納した分だけの課金となります。料金としましては、1GB あたり約3円となります。そして、オブジェクトストレージでは、リクエスト数で金額が追加されていきます。 で金額としましては1万リクエストあたり0.4円ぐらいですので、こちら金額もあまり膨らむものではないということもあり、実際お見積もりに含むケースは少ないかと思います。なので、オブジェクトストレージに関しましては、どのくらいバックアップデータがあるのかという情報をもとに見積もりいただければと思います。で、オブジェクトストレージの代表的なユースケースとしましては、バックアップ用だったりアーカイブ用。 そして長期保管が必要だが、普段はあまり使わないログの保管などにも使用されております。特にベースデータベースサービスを利用しており、必ずバックアップファイルを残したい場合は、オブジェクトストレージを利用されるお客様が非常に多くなっております。以上がストレージのポイントとなっておりますので、最後にネットワークサービスのポイント2点をご説明いたします。こちら、ロードバランサーと外部接続についてご説明いたします。 で、まずはじめにロードバランサーなんですけれども、ロードバランサーに関しましては、ベースの課金と待機幅の選択のみが必要なので、非常にシンプルなものとなっております。では次に OCI の外部接続に関してなんですけれども、こちらインターネットに接続するのか、IPsec VPN に接続するのか、ファストコネクトというあの専用線を利用するのかによって異なってきます。 でこちらの表が特徴となるんですけれども、インターネットだったり VPN に関しましては、基本的価格が無料となっております。で、こちら外部データ転送課金対象というところは、この次のスライドで補足いたします。ファストコネットに関しましては、ポートの固定価格が必要となってきます。では次に、価格感をご説明いたします。 こちらは VPN 接続そのものは無課金。ただし、インターネット接続と合わせた外部データ送信分が課金対象ということなんですけれども、こちらはデータベースの外にデータを送る際は、最初の10テラバイトまで無償なんですけれども、それを超えた場合はお金がかかってきますということになります。ですが、こちら10テラバイトというものは結構多いので、こちらは実際の見積もりに含める方は少ないかと思います。 で次にファストコネクトに関してなんですけれども、ファストコネクトはポートごとの時間課金のみで、外部データ転送量は無料となっておりますが、1GB だったり 10GB あたりいくらという形になりますので、ファストコネクトをご検討される際はぜひご利用ください。では、以上が前半の OCI で見積もりする際のポイントでした。 コストエスティメーターでは今ご説明した情報を実際に入力していただきますので、事前に情報が手元にあればスムーズに進むかと思います。では次に富士がコストエスティメーターの使い方のご説明と実践をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは後半ではタイトルにもなっております見積もりについて実際にやり方をお見せしながらご確認していただければと思います。 OCI ではこちらのようにホストエスティメーターというオンラインで概算見積もりが可能な無償ツールがございます。今回はそちらを利用して実際に2つの例における見積もりを出していきます。まず1つ目の例です。最初はシンプルな例で操作感などの確認もしていきます。こちらは24時間31日利用を想定しており、BM Standard E4 Flex に OCPU メモリーが 16GB、 OS がオラクル Linux、オートノーマス Linux、ストレージがブロックストレージが 300GB、オブジェクトストレージが 1024GB というものを作成するという想定です。オブジェクトストレージの1024という数字ですが、オラクルのクラウドでは任意の容量を指定することができますので、今回は例としてこの値を設定いたしました。それでは実際にブラウザで行っていきます。 こちら一般的な Google の検索画面です。こちらに OCI コストと入れていただきますと、トップの方にセジェストが出てきますの、ね、で、こちらを選択していただければと思います。そうしますと、一番上にクラウドコストエスティメーター、オラクル日本というところが出てきますので、こちらをクリックしていただきますと、先ほどもお見せしたようなトップ画面が出てまいります。今回はサービスというところのタブを主に用いて、 見積もりをしていきますまずこちらに出ているのが OCI で利用可能なサービスの一覧となっております。またこちらカテゴリーごとにも分けて表示することができ、こちらだとインフラストラクチャーに関するサービス、こちらですとデータベースに関するサービス、またデータレイクハウスに関するサービスなどさまざまなものがご利用いただけます。今回の例ではシンプルなコンピュートビリウムについてですので、 まず最初にインフラストラクチャーを選択していただき、オラクルクラウドインフラストラクチャーコンピュート VM のところを、こちらのロードをクリックしていただきますと、見積もり概算が始まります。今回は VM スタンダード E4 フレックスでしたので、プロセッサーはこのまま、シェイプもこのままです。こちらの 2OCPU メモリーが 16GB だったので、こちらを変更していきます。 また OS イメージはオートノーマス Linux でそのままでいいのですが、もし Windows を選択される場合には、こちらのように下の方にさらにプラスして、胸筋がかかってくるというような形になってまいります。次にブロックストレージについてです。ブロックストレージは今回 300GB ということでしたので、こちらを300と入力しますと、見積もり額が変わってきて、合計として8136円というところがわかります。 次にオブジェクトストレージの 1024GB です。オブジェクトストレージを追加したいといった場合には、右上にあります構成の追加をクリックしていただきますと、先ほど用のようにサービスの一覧が出てまいります。この中でオブジェクトストレージ、インフラストラクチャーのオブジェクトストレージのロードボタンをクリックしていただきますと、先ほどのような画面が出てまいります。また、先ほど入力していただいたコンピュートやブロックストレージに関するところが、 すでに出されているような状態です。オブジェクトストレージは 1024GB でしたので、こちらのところを1024と入力いたします。前半の説明にもあったタイプについては、こちらで変更が可能となっております。以上で、コンピュート VM に関するものと、オブジェクトストレージに関する大まかな見積もりが完了いたしました。 もし、Excel ファイルや CSV ファイルなどで確認したいということがございましたら、こちらの点々点というメインアクションボタンを押していただき、Export というボタンを選択していただきます。すると、こちらの方で Excel、CSV、JSON ファイル、いずれかのファイルが選択でき、ファイル名も任意に変更いただくことが可能です。こちらで Export というところを押しますと、このようにダウンロードが開始されます。そして、こちら開きますと、 こちらのように見積もりの Excel ファイルが出てまいります。これまで入力した項目であったり、容量、実際の値段などが一覧でご覧いただくことが可能となっております。以上でこちらの例1に関するデモが終わりました。次に2つ目の例についてです。こちらは先ほどより少し実践的な内容で、OCI のデータセンターの中に Web サーバーとデータベースサーバーを用意いたします。 さらにデータのバックアップとしてオブジェクトストレージも準備いたしました。細かいところは右側に書いてありますように、今回も24時間31日利用を想定しており、コンピュート PM が BM スタンダード E4 フレックスの 2OCPU、メモリーが 16GB、OS がオラクル Linux、またベースデータベースサービスのところを利用して 4OCPU スタンダードエディション、ストレージがそれぞれ 500GB と 968GB、 データのバックアップのオブジェクトストレージが 1024GB という内容の見積もりをやっていきたいと思います。また、ブラウザの方に戻っていきます。今回戻りましたら、前回入力した内容が残っていますので、こちらをまず最初に削除していきたいと思います。その場合も、こちらのメインアクションボタンからすべて削除というところを選択していただきますと、すべての構成が削除されましたというところで、見積もり費用というところが0位に戻っているかと思います。 それではこちらの状態から構成を考えていきたいと思います。まず最初に Web サーバーについてですね。こちらは、えー、とコンピュート VM の VM スタンダード E4 フレックスだったので、先ほどと同様にこちらのところのロードボタンを選択していただきます。確かに VM スタンダード E4 フレックスというところを確認していただきに、に OCPU の 16GB。また、 OS は Oracle Linux でしたので、このままで行っていきます。また、この時のブロックストレージが 500GB でしたので、こちらの容量を500と変更いたします。こちらで Web サーバーに関するところの見積もりは完了です。次にデータベースサーバーについてです。こちらを追加したい場合は、先ほどと同様に構成の追加を選択いたします。今回はデータベースサーバー、 ですので、インフラストラクチャーではなく、カテゴリーがオラクルデータベースになります。左上の仮想マシーンのところがオラクルデータベースクラウドサービスとなっておりまして、こちらからベースデータベースサービスの選択などができるようになっております。他にもオラクルデータベースのカテゴリーでは、EXA データのデータベースクラウドサービスであったりだとか、オートノーマスデータベースのサービスなども選択していただくことが可能となっております。 今回は仮想マシンのところを選択していただきますと、最初にどのようなサービスなのか、スタンダードエディションなのか、エンタープライズエディションなのか、VYOL なのかというところも選択していただくことができます。今回はベースデータベースサービスですので、一番上のところを選択していただき、OCPU が 4OCPU ですので、4と入力いたしますと、このように見積もりがすぐに出てまいります。 次に、ブロックストレージとオブジェクトストレージについてです。また、下の方には先ほど入力したところがきちんと反映されているかと存じます。最初に、ブロックストレージについて項目を追加していきます。ブロックストレージなので、インフラストラクチャーの方に戻っていただき、ブロックボリュームズ、ここのところのロードボタンを選択していただきます。ブロックストレージが 968GB ですので、968と入力いたします。 パフォーマンスレベルはバランスとで行っていきます。そうしますと4936円というところが金額が出たかと存じます。最後にバックアップ用のオブジェクトストレージ約 1TB を追加していきます。オブジェクトストレージはこれまでと同様こちらの項目を選択していただき、ストレージタイプはスタンダード、オブジェクトストレージを1024と選択いたします。 そうしますと3102円というところが出てきまして最終的な Web サーバーとデータベースサーバーまたデータバックアップ用のオブジェクトストレージ全てで93977円というところが確認できましたこちらも先ほどと同様にエクスポートしていただくことが可能となっております以上でこちらの簡単なシンプルな構成の場合と 少し複雑な Web サーバーとベースデータベースサーバー、オブジェクトストレージの構成の場合の見積もりを行ってまいりました。今回お伝えしたデモの内容はこのようにまとめられておりますので、ぜひ実際に資料をダウンロードしていただき、こちらの内容をご確認していただければと思います。ご視聴ありがとうございました。